はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みどんです。はい、今回はですね、ウルトラマンタイガー、19話の感想です。今日ちょっとイベントってか仕事とかそっちの方でですね、見ながら簡単な感想を言わせてもらいますが、今回、ひろゆきくんがな、かな？あの子が、超覚醒するかい？っていう感じですかね。ていう感じでした。感じでしたっておかしいね。そして、19話の感想的にそうなるんですが、今回怪獣役が、監督さん、ウルトラマン X でもやってたことが、で、辻監督かな？辻監督でやってると思います。辻本範孝監督が、今回やったんですよ。マジで怪獣。びっくりしました。っていう感じでしたね。で、来週は20話です。楽しみです。ということで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。